こんにちはゴルフコーチの吉本拓実です、えー、今回はですねドライバーの飛距離をアップさせるためのダウンスイングのバンプの動きをご紹介していきますでこのダウンスイングのバンプ過去に聞いたことある方いらっしゃると思うんですがこのバンプというのはまあ、イメージとしてこうぶつけていくというのイメージになりますでこのバンプを行う時にいくつか注意点がありますのでこの注意点も踏まえて今日はご紹介していきたいと思いますトップのポジションからダウンスイングを下ろしてくる時にイメージとしてはですねこの体腰の部分というのをターゲット方向に 移動させる動き、これがですね、ダウンスイングの体重度になります。で、この体重度を行うときに、この腰がイメージとしてはですね、 ターゲット方向にぶつかっていく動きというのが、このバンプになります。でこのバンプのぶつける動きなんですが、このバンプのぶつける動きというのは、まあ、注意していきたいのは、ぶつかって終わりになってしまうと、引けるよう出すことができなくなってしまいます。でこのバンプというのは、このダウンスイングの動きとして、まあ、きっかけとしてですね、イメージとしてはいいんですが、その後も必ずバンプした後も、同じ強さで腰を動かし続けるというのを意識してください。 でイメージとしてはですね、トップのポジションからダンシングを下ろしていくときに、左足の左の側面からの垂直線まで腰がこのように移動できるというのが理想的になります。トップのポジションからイメージとして左足の左側面の垂直線まで腰をバンプさせてぶつけて、その後バンプしてぶつけた後腰を、 最後です、ね、に回転させ続けて最後フィニッシュまで腰の回転を止めずに動かし続けることを意識してください。なのでインパクトに向かってトップから落ちていく時にバンプだけで終わってスイングするのではなくバンプを行って 後腰を回転させ続けてできればフィニッシュまで腰の回転を止めずに動かすことができればインパクトかからフォローースルーにかけてヘッドをを加速させるここととががででききて出すすまトップのポジションからダウンスイングをローシングの時にはこのバンプでしっかり腰をターゲット庫に移動させてその後そこで終わらずに背後に回転させてフィニッシュまで腰を回転させ続けるというポイントを意識してみてください。